大和龍門は日本の武道家である。無双漢、代表、一刀房創手、刀剣創士者、居合道教師七段をそれぞれ自称する。鹿児島県出身、血液型は A 型、愛称は師匠である。三歳で真剣を握り、居合道へ入門して、鹿児島大道館で剣道を習う。修正学者私塾で、資本教育を受け、少年部より、 無双時伝電営新流政党第20代総結構の100連の全日本挙合同連盟で育つ。後に父の日本挙合同連盟理事長より感動されて波紋宣告を受けるが10年後に和解して日本挙合同連盟理事を経て独立する。著書などで10代から20代は迷い、挫折、中途半端を繰り返したと語っており、 中学校時代は剣道に没頭して大将を務め、南州神社大会、中学校新人大会、鹿児島市内中学校剣道大会、鹿児島県、下中学校剣道大会などで優勝する。剣を持って人間を高めるとして、TV 番組など出演し、ガチンコ。では、お前ら喧嘩しろ。喧嘩するまで俺はここを動かねえからな。お前らホームラン級のバカだな。 いただきますが言えなかったらよ、飯食うな。などと番組参加者へ、理不尽な暴言や暴力を振るうパワーハラスメントを、繰り返して教育上不適切と抗議が殺到し、後に、ヤマト龍門大工場 SP として、不良少年たちと大人や大学生たちがヤマトを批判する企画が行われた。1991年に大和クラブを設立する。外交官、弁護士、医師ほか、 各界著名人を中心にマンツーマン方式でスタートし、現在の無双感の前身であり、基盤となったエグゼクティブやド動クラブである。ありがとうございます。